うん、美味しい。ジュワーってズッキーニからお汁出てくるよね。そう、そしてベーコンとアンチョビが本当にいい仕事しますね、うんうん、こんにちは、テリーチャー小池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日はズッキーニのハッセルバック。おー、切り込み入れるやつね。あ、もう見えたでしょ。あ、見えた見えた、ね、完璧です。完璧完璧です。もうありがとうございます。切り込み入れられるもんは全部ハッセルバックできるんじゃねえかって。できるね。できるよね、うん、夏だし。いや、いいよ。ズッキーニかなと。あのじゃがいもがズッキーニになると思っただけで美味しいもんでしょ。うん、美味しい。今ドルイのズッキーニ好きなんで。あ、ほんと、うん、ズッキーニ美味しいよね。ズッキーニ美味しい。そう、ズッキーニはなんかやっぱ甘いし、うん、水分たっぷりでさ、もう噛んだらジュワーってなるじゃん、ね、いや、ほんとよ、はい、ね、だからそれを今日は切り込みいっぱい入れて ね、ちょっとこういろいろ挟み込んで。いいじゃないですか。いきましょうか。はい、食材は、はい、はい、今日は栃木の、ズッキーニですね、うん、立派なズッキーニです。はい、はい、あとはアンチョビで、今日はベーコンも挟みますよね。多いね。はい、そしてニンニク、パン粉とパルミジャーノは最後上にかけて焼きたいと思います、うん、はい、で塩コショウオリーブオイルです。はい、じゃあどんどんいきましょう。切り込みを入れた間にいろいろ挟み込んでこう焼いたりね、揚げたりするお料理です、うん、はい、で、最後まで切り目を入れないために、うん、割り箸とかね、こうやって菜箸を並べていただいて、うん、こう切り目を入れていきますね。あ、はい、これはもう絶対綺麗に入るね。このズッキーニまっすぐだもんね。そう、こうちょっとくねってるとね、難しいんだけどね、うん、そう、だから最近俺言うのよ、息子に、お前なズッキーニみたいにまっすぐ育てるっつって。いやいや、ズッキーニ結構曲がってるやつ思ってる。見るズッキーニで変わるから。あ、そうですか。ズッキーニみたいにまっすぐ育てっていう親洒落てんね。洒落てるでしょ、うん、ね、ズッキーニみたいな、お前それ生きなきゃダメだ。いいね、うん、これはまっすぐですね。はい、まっすぐ、はい、じゃあ切り込み入れてきますね、うん、はい。でも子供たちはまだズッキーニ食べないですよ。うちは食べないか。まだ食べないです、ね、こんな美味しいのに ね、なんだろうね、嫌いな要素、まあ、いや多分ね、先入観っす。野菜、緑、キュウリの仲間。キュウリの仲間じゃないんですよね、生で食べても美味しいさ、うん、焼いたら焼いたで美味しいさ。ズッキーニの季節がやってきたから、ね、ズッキーニメニューもいろいろやっていきたいですね。やっていきたいっすよ、はい、こんな感じでね、約大体、はい、まあ、1センチないぐらいですね。こんな感じで切れ目、ちょっと太めだね。太めでいいと思います。あの、じゃがいもほど細めじゃなくていいと思います。なるほど、ね、で、ヘタだけ落としておきますね、うん、はい、よいしょ、はい、で、同様に同じもの、じゃがいもの時と同じくニンニクとアンチョビのね、ソースを作りたいと思います。さあ、ニンニクみじん切りします、はい、たっぷりです。 OK、 じゃあ続いてアンチョビ刻みましょうか。はい、はい、 OK です。ニンニクと合わせますね。はい、よろしいですか、はい、じゃあここにね、オリーブオイル、うん、OK、 混ぜます。さあ、これでアンチョビとニンニクのソースができました。これをね、塗り込んでいきましょうね、うん、はい、こんな感じでね、はい、見事に蛇腹になってますね。ね、はい、はい、こうね、はい、はい、はい、あ、切れちゃった。で、今の映ってます？映ってなくてももうどうしようもないよね。こういうこともありますね、はい、調子に乗った男の末路。こういうこともあります。よかった、2本やっといて。大丈夫、大丈夫、大丈夫、分かんないでしょ。分かんない、分かんない、はい、では、じゃあちょっとね、その中に入れるのは難しいね、意外に。そう、意外にね、ベーコン挟み込むぐらいならいいんだけど、うん、こうやって広げて、うん、ちょっとタラタラ垂らしていきますね。おー、手もなかなか大変な。じゃがいもほど簡単にスッと入ってはないけど、いい方がねえかな。本当はハケかなと思うんだけどね。まあでもね、中に入れるのはでもそうやって広げてないと入んないよね、具材は。そうなんですよ。小学校の時ってなんかアコーディオンに憧れたよね。アコーディオンに憧れた？俺はあの、安井くんアコーディオンって言われなかったからさ、うん、アコーディオン弾いてる人が羨ましかったよ。あ、そう。こうやって、あれ、アコーディオンに憧れなかった？全然。何に憧れんの？じゃあ太鼓とかじゃない？あ、そうか。ピアノ弾いてる人はなんか素敵だなと思ったけどね。ピアノ習ってなかったから。なんつうんだっけあれ、忘れたな。音楽と劇とかやるやつあったね。 ね、なんだっけあれ、学習発表会。ああ、学習発表会。なん、そんな言い方したよね。したした、うん、池田さんは学習発表会何したんですか。これでいいか。アコーディオンやってた。おー、憧れのアコーディオンじゃん。憧れのアコーディオンね、うん、じゃあちょっと隙間にさらにね、手を使って入れてきますね、うん、多少出てても大丈夫です、うん、はい。でもなんかさ、あ、今思い出した、木琴とか鉄琴も人気あったけどね。まあね、木琴、鉄琴ね、ね、あいつはほら、基本さ、外に出てるからさ、いつでも叩けるじゃん。叩けるは叩けるね、うん、でもアコーディオンはしまわれてるじゃん、倉庫に。そっか。あとなんとなく、あのメロディーは奏でられないけど、叩いてそんな気分になれるじゃん。でもアコーディオンはさ、テクニックがいるじゃんね。
あれはもう弾けないでしょ普通の人は、うん、練習しないと。だから今まさにあなたはあの時できなかったアコーディオンをまさにこれ見てアコーディオンの話をしてるの。そうですよ。そういうこと。あ、なるほどね、うん、なんだと思って俺は。そっかそっか、急にアコーディオン、アコーディオンなんでアコーディオンの話。これか、この蛇腹がアコーディオンみたいなことね。そうだから今まさにあの時弾けなかったアコーディオンを今、はい、うん、こうやってそうそう、別に俺はアコーディオン弾きたくなかったけどそんな思いないんだけど、ね、あったんじゃない。安井 の代わりにね、そうね、弾いてあげてます。ありがとうございます。奏でてます、はい、OK でしょう、はい、ね、間にも入れて、うん、ちょっと上に残ってる分はまあいいと思います、はい、で、間にベーコンね、はい、挟み込んでいきましょうね。いいじゃん、はい、全部じゃなくてもいいですよ。何切る、一つ置きがいいんじゃない。そうするとさ、切って一つパクっていけるじゃん。じゃあ最初に挟む。そうしたらほら、一個ずつペアでさ、うん、サンドイッチみたいなのできるじゃん。こういうことね。次こうね。これは挟めば挟むほどこうなっちゃうよね。まあそりゃそうでしょ、ね、アコーディオンもそうだよ。開けば開くほどねはい、はい、これで一個おきに皆さんの口に入るかな。こう入るね、うん、いいやね、はい、ね、はい、あとシンバル。シンバルね、うん、シンバルやった。結局俺あの叩くしか脳がなかったから結果シンバルって太鼓だったの実は。でも実はいや太鼓って割と結構花形だったけどね。人数さ何人も太鼓の人いないから。ドンドン、俺シンバルだったな。じゃーん、5分の演奏で3回ぐらい叩くんだよ。バシャン。でこうやって胸で止めんのパンッつってオッケー、もう爪終わりました。はい、いいですか。じゃあこれをオーブントースターで焼いていきます。そのまま焼けばいいんじゃないこれ。んそのまま焼けばいいんじゃない。 あこのままだってアルミホイルでまず一緒じゃん。あ、確かにね。このままやりましょうか、うん、これでいいかもしれない。このままいけるわ ね、確かにね。こう移す必要ないね、うん、直に当たんないかな、それだけ心配。それ当たんないね。大丈夫か今日は、ね、はい。じゃあこれで 1000W で約まず7分ぐらいやります、はい、ひょっとしたら上が火 近すぎるかもしれないから、その時はアルミホイルかぶしましょう。なるほど、はい、ちょっと様子見てください。途中でね、うん、あの香草パン粉をかけて焼きたいと思うので、はい、うん、パン粉とチーズをご用意してます、はい、そしてイタリアンパセリをね、はい、じゃあイタリアンパセリは刻みます。はい、いいかな、はい、じゃあ全部一緒にしますね。パン粉と、はい、そしてグラナパダーノですね、はい、これはね、香草パン粉ね、チーズの香草パン粉、うん、よく混ぜておきます。はい、いいでしょう。で、ここにちょっとお塩と胡椒もしておきます、うん、ね、軽くね。はい、じゃあ準備完了ですね。あ、でも まだだね。全然ズッキーニ火通ってない。そうでしょ、うん、全然だわ。全然だと思う。もうちょいだわ、うん、でホイルかぶす。そっかね、焦がしたくないから。そうね、今7分やりましたけど、うん、ちょっと火の通りが悪いのでアルミホイルかぶしてもう5分ぐらいやりましょうか、うん、okay. はい、あ、ズッキーニ火入ってる。あ、よかったよかった、うん、すんごい柔らかくなってる。よしよし。で、うん、パン粉かけてね、はい、焼いていきますね。いいね、全部かけたら最高だぜ。はい、いいですね、はい、じゃあこれでパン粉に焼き目がつくまで焼いていきます。焼いていきます。あとトータル何分ぐらい。あと残り、今焼き目がつくまでだから5分じゃない。うん、やっていきましょう。もう上のホイルはね、外します。下もね。パン粉はでもトーストは2分で焼き上がるから気をつけてね。そっかそっか、じゃあもうじゃあ2分ぐらいかもね。この間の日曜日にさ、うん、これ大丈夫、2分経った。当たってる。油断するとマジで焦げる。あ、これやば。危なかったぜ、ギリギリ。ギリギリだね。おい、はい、危なかった。さあ、出さなきゃ。出さなきゃ。止めて。まず止める。うちの奥さんの話してたら焦げそうになってた。はい。おい。あっという間だね、やっぱ。やばすごいね。危なかったぜ。はい。はい、あ、うまそう。できました。はい。では、お皿に盛りましょうか。はい。はい。これ、ごまかしようがないので、失礼しますね。はい。ね。はい、じゃあ完成かな、はい、じゃあオリーブオイルかけて、はい、はい、じゃあ失礼しますね。はい、完成です。はーい、食べましょう。いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。めちゃくちゃ美味しいね。美味しい、うんうん、すごい。ズッキーニがみずみずしいからね、甘くてあのじゅわーってズッキーニからお汁出てくるよね。そう、そしてベーコンがすごい、ベーコンとアンチョビが本当にいい仕事しますね、うんうん、香草パン粉もね、うん、塩気が抜群だね、ね、アンチョビがね、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。